おっす。どうも皆さん、今回はあれなんですよ。今もうこれ撮りながら普通に喋ってるんで、あれなんですけれど、データ交換部屋みたいなの見つけたんですよ。前々からね、自分、いくつか動画出しとって、結構よく言われとったのが、なんか詐欺師を討伐する動画出してください、みたいな、よく言われとったんですよね。まあ、なんでちょっと今回は討伐しよっかなと。いい素材が見つかったんで、まあ、討伐しよっかなと思います。まあ、討伐できなくても、お説教ぐらいはしよっかな、みたいな。まあ、思いますんで、まあ、よろしくお願いします。なんか帰ってきたけど、怪しいと思うのでしたら、やめていただいても大丈夫です。あ、交換ね。うん、どうなんだ、うん、なんこれ、アルバムにエチエチな、え、マジエチエチ、エチエチがあるの。え、それちゃ知らないそんなの。知らねえよ、俺もそんなの。隠しとるじゃねえか、お前、ちょっと、こいつ。隠しとるじゃん、お前。ふざけんな、マジ。まあいいや、うん、でもちょっと今ふざけよったら蹴られちゃったんで、もう一回入り直しました、うん、さっきなんかあれなんですよね、最後あなたの AWM で貫けばいいじゃないですかみたいな感じで言いよったんで、多分あ、そうだ、言うの忘れとった、俺の股間は AWM、 はいどうもスコアレです。まあいいや、うん、そんな感じで僕のことは知ってるみたいだったんで、おそらく、まあ、対策は取ってくるだろうなというふうに思います。まあ今回のですね、この戦いにおいてですね、一番大事なのは相手の個人情報を割ることをですね。で、相手がキッズだったら多分個人情報割れるんですけれど、ちょっと手だれだったら割れないと思うんですよ。割れなかったらまあそのですね、ちょっと円満に済ませようかなみたいな、そういう風に思います。僕ももともとついでに言うと、こいつがあれですね、こいつが今回の詐欺師なんですけれど、割れなかったらまあちょっとね、僕も元詐欺師だったんで、ちょっと雑談して終わろうかなと思います。僕詐欺師とですね、雑談するスキルマックスなんで、ちょっとまあやっていこうかなという風に思います。こいつね、とりあえず交換しましょうと打っときましょう。まあ交換してもいいんですけどね、ほんまかいらないんで、使ってないからいいんですけれど、おとりは最大限僕使っていくんですよ、おとりはね、釣っていくと。まあ、こういうなんか考えたら、俺もセランスキンね、ホーム画面に載せた方がいいかもしれんですね。一応持ってるんで、いいものはなんですけれど、ちょっと乗っ取り考えて交換しましょう。おー、マジか。普通になんかね、言われたっていう。で、この人ね、今これ書いたんですけれど、コメント消してるんですよ。おー、バレてるし、なぁ。スコアラいるやんってね。俺そんな、俺有名じゃないと思っとったんだけどな。有名なんかね、俺もしかして。有名じゃないだろ、俺ね、まだ全然。交換2回目だからコメント。いや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 、それは違う。それは違うと思う。普通にだって、取引用で交換ね、コメント消してるんだろ。まあ、偽マラしないのって。どんだけだよ、俺な。なんで俺がおるの？俺結構好きなんですよ、こういうとこおるの。このアカウントに満足できないので。どうなんだろうな。満足できない。いや、微妙ですよね。単純に売れないから満足できないのか、それとも、このルームの主、共有枠だよって。なるほどね。共有枠でやってるんだ。この人多分知っとるから入ってきたんでしょうね。出た顔文字。これ絵文字売ってくるやつよくおるんですけど、これはね、手がない時に遅延する時に使います。僕も昔使いよったですね。とりあえずクレカマイナス金券かと思ったで、クレカマイナス金券をね、交換に出すキッズもおるんですよ、消すために。なんですけれど、そういうわけじゃなさそうですね。キッズじゃなさそうだな。配信はしてないよ。キッズではなさそうですね。キッズだったらね、あれだと思うんですよ。もうちょっとなんかね、こういうなんか理論的な進め方してこないんですけど、ちょっと手だれですね。キッズじゃないというか、まあ、引きこもりのなんか、中高生、大学生ぐらいにね、ちょっと、暇持て余しとるやつが小銭稼ぎしようみたいな、いきり、ヤンキーかぶらキッズでしょ。8回詐欺られとる。やば。8回詐欺られとるのはやばい。それはもうやられすぎだろ。詐欺のこと全部話せる。お、マジ？めっちゃちょっと話してほしいね。めっちゃ話してほしい。詐欺の方法。大体はみんな分かると思うけどさ、話してほしいね。めっちゃ話してほしい。ね、普通にフレンド送ろう。意図とか手口とか。意図はよく分からんけど。意図って何やってる理由みたいな。そんなの金が欲しいからに決まってるじゃんな。詐欺とかな。初期アイコンは悪くない。いや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 、もともとのアイコン消すために初期アイコンしてるだけじゃんな。共有ですね。ああ、みんな知っとるんだね、これ。知っとるから、おるんだ。サバカ2回避けられた。もう取引とかしようとするけんでもないやん。しようとしたい人はもうなんか、ゲームトレードでも使ってください。メルカリとかでいけるんじゃないみたいな思ってる人おるんですけど、メルカリはだいぶ前にアカウント、ゲームアカウント取引はダメになったんで、もう相当初期ぐらいの頃にダメになったっすもんね。ヤフオクも2009年か10年ぐらいにゲームアカウント取引ダメになったっすもんね。結構不正の温床とか、結構反社の人とかも当時はかかっとったりしたんで、ダメなことが多いんですよ。とりあえず、やり口来たんですけれど、ルーム入ってから、相手に先送りさせて、させた後、同時に取引用の引き続きコードをお互い送り合ってから、その送ったそのコードで、相手が送ったコードは普通にアカウントですけれど、こっちは初期アカを送って、うまくアカウントを奪うっていう。
方法みたいですね。まあ、この方法だったら確かにその古典的ではあるんですよ。そのまあ向こうからしたらまあほぼ同時にねアカウントの交換とかをしているわけですから、まあ、向こうもアカウントを出してくれてるんだったら大丈夫だろうっていうふうに思わせて、やっぱその確認している、自分が上げたアカウントを確認している時間の間にその奪って逃走するっていう、そういう方法をね今回の詐欺師さん取られてるみたいですね。まあ、古典的ですけれど、まあ、なかなかその崩しにくいというか、まあ、そういうやり方ですね。まあ、この方法に関してはね、もう本当に対策する方法はないかなというふうに思うんで、一番いい方法はやっぱり、こういうなんかゲーム内とか、まあ、その SNS 上で会った人と、まあ、そのアカウントの交換とかをしないということが、まあ、一番大事なのかなというふうにこれ思いますね。まあ、やりたいのであれば、どうしてもしたいのであれば、そういうなんか専用の外部サイトみたいな、ゲームトレード的なサイトがあるじゃないですか。まあ、そっちでするのが一番いいんじゃないですかね。まあ、ゲームトレードでもこの方法はワンチャン使えるときっていうのもあったりしますから、まあ、そこら辺はちょっと注意してほしいんですけれど、まあ、一つその引き継ぎコードとかそういうのをやり取りする上で対策する方法っていうのがあります。それがですね、引き継ぎコードとかをその文章で送るんじゃなくて動画で送るんですよ。一回そのキャラがいるじゃないですか。キャラの設定から直接ユーザーアカウントセンターに入ってパスワード設定、そして引き継ぎコードも設定している動画をお互いに送り合うんです。これをすることによって確実にそのアカウントからですね引き継ぎコードを出したという証明ができますんで、まあ、それをしておいた方がいいかなと思います。まあ、文章とか画像とかでですね、引き継ぎコードやパスワードを送ってくる人たちにはまあ要注意ですね。まあ、そんな感じです。まあ、この方法でもまあ全然まだまだ詐欺する方法っていうのはありますんで、まあ、その辺はちょっと気をつけてほしいなというところではあります。で、結構なんか言っとるんですけど、これダメですね。これ手だれだ。完全に。絶対に向こうから先送りはしないですし、アカウントとかも出す気はないです。ネタに逃げとって草みたいな言われてますけれど、あとはもう相手はね、自分のその素性を出さずにうまく逃げること、これが多分大事だと思う。先送りちょっとね、お願いしてるんですけど、絶対しないですもん。とりあえず、俺 YouTuber だから、信用あるけんお前が先送りしょって言うよ。やけれどまあ、これでもしないと思うね、おそらく。これで一回ちょっと逃げてくると思うんですよね。先送りしろって言ったら、逃げると思うっす。逃げると思うんで、ちょっとね、コチャに飛ばそうかな。フレンドチャットの方に、フレンド結んでから飛ばしましょうかね。先送りするのでしましょうって。なあ、するらしいぞ。本当か、絶対せんね。顔文字系ね、これよく煽りで使う人おるんですけれど、これ打たれた時は僕は好きだなという思います。なんでかっていうと、言うべきセリフがないから顔文字を打ってやり過ごすしかないんですよ。中学生がよく言うさ、よく言うでとか、だからみたいなのとまあ一緒ですね。これの時はもう向こうちょっと困ってるんだなって感じ。まあおそらく向こうもね、僕がその YouTube やってる人ってのは分かってると思いますし、僕がちょっと普通の YouTube やってる人じゃないっていうのもワンチャン知ってると思うんですよ。まあ昔そういう取引しとったみたいな、まあもしかしたら知ってるかもしれないんで、ちょっとね向こうからしたらものすごく怖いと思うんですよね。まあ、なんで様子見るしかないんだろうなといった感じです。とりあえずね来ましたよ、ここまで、一緒にプレイしましょうって感じで言われたんですけれど、する気はないんで、とりあえずフレンドだけ結んで、これチャットを打ってみたいな。これでね反応してくれるかな。多分ね絶対その個人は出さないと思う。手だれなんで、これやり口が手だれなんで、個人は特定させる気はないですね。でもアカウントも僕で交換する気ないです。あとはもうなんか俺を冷やかして終わらそうみたいな感じだと思うんで、そこをねうまく逆手に取ってやっていこうかなと思います。まあ多分個人としての情報は絶対出さないと思いますから、あとはネタにできればいいかなって感じです。ツイッターできる人ってどういうことだよね。ツイッターやってる人とか連絡できる人とかじゃないの。ちょっとよくわかんないんですよね。さっきからねこの子日本語不自由なんですよね。ここ日本語不自由なんで学校行ってないんかなみたいな。ユタボンさんですかね。おそらくまあ中高生大学生ぐらいで学がない、まあ引きこもりな子かなみたいな思うんですよ。ルームの説明欄も読めないチンパンジーさんですか。ああなんかワードのセンスがですね中高生ぐらいなんすよね。これで大学生だったら笑いますけれどね、まあ、あったりしますからねそういうことも僕の経験上。まあ僕もあとは同じ言葉を送ればいいですかね。顔文字 VS 定型文みたいな感じです。チンパンジーでも何でもいいんですけどね、ネタをくれりゃ俺はそれでいいんすよ。ネタをくれれば、分かったないな。多分ね向こうはその自分のことを言いまかそうと思って僕が動いている、そういう風に考えていると思うんですけど、俺ネタ欲しいだけだからな。煽られたところで、だいたい切れてねえよ。切れてねえし、なあ、切れてねえから、なんで切れとるんだ。すごいな。多分ね、ここでだいたいこのタイミングで、キッズは切れると思うんですよね。こうやってその向こうが顔文字ばっかり言うちゃったら、はぁみたいな、そろそろ切れるタイミングだなって、まあそういうシーンなんですよ、今。このタイミングってなんですけれど、切れちゃおらんからね、俺探るために動いてるだけで。
笑うんだよな。まあでも手だれ高校生中高生ぐらいだと思うんですよね。大学生だったらですね、ここのそのゲーム内に来ないと思うんですよ。手だれの大学生だったらその SNS 上だけで多分済ませると思いますし、この時間がもったいないっていう風に考えると思うんで、まあでも頭悪い大学生もおるから何とも言えんな。ではツイッターのねアカウントとかそういうメンションとか教えろみたいな感じで言っても全然反応しなかったんで、おちょくるだけみたいなそんな感じなんで、まああとはちょっと仕事と編集しながら放置してですね、まず向こうの心を折っていこうと思います。向こうの心を折った後、ああもうめんどくさいなというふうに思わせて、最後はなんか雑談でもしよっかな、実際どういう感じでやってるのかね聞こう。俺の素性もねある程度明かしたら、まあなんか普通に雑談答えてくれるでしょう、うん、というわけであとは編集しまーす。これしびれを切らして今麦茶の音立てましたね。ああ VC の麦茶の音立てたってことはやっぱりそうやって僕の反応が欲しいんでしょうね。今1時間ちょいねだいぶ放置したんですけれど、よっぽどなんかうざいんでしょうね。なんとか反応してほしいと考えてると思うんですけれど、俺編集しよるからいくらでも時間使えるんだよな、まあ、これあとはね技法作戦取ればそれでいいんで楽なもんだよ煽りは。うん、煽りをする上で一番大事なのは相手がされたくないことをすることです。今回は時間を使うっていう行為ですね。まあね試合の方にもね入ってくれんくなったんで、もうとりあえずここで最後チャットで話そうかな。普通になんか僕の格好に似せて遊びよったみたいですけど、放置しとったからな気づいたらこの格好になってるっていう、まあ、よっぽど暇なんだろうなこいつ、詐欺に精査めてな。まあ多分ね引きこもっとって時間もあり余っとるけん、ついでにこういうこともやろうみたいなキッズなんでしょうね。中高生ぐらいだと思うんだよな。だいたいね詐欺するの中高生なんですよ。大学生なってシュールやつはよっぽどなんか友達のいないやつなんで、あなんかチャット送ってきてるし、いつの間にか全然気づかんかった。とりあえずちょっと反応してやろう、かわいそうやしな。最後反応しても締めよう。精査しちゃうのはお前のなんか素性を聞こう、多分待ってはくれないと思うけれど、いくら稼いだとか教えてくれると思うし、とりあえず俺のやり方を晒して、僕のこのね技法戦術、時間を奪うっていう方法をおすすめっすよ。めっちゃ、だってもう今仕事しながらね編集しつつ、もう1本目の編集終わったからね夕方に上げたやつ、この動画朝の動画にするんですけど、マジでね俺時間の使い方うまいなと思った。敗北宣言して、例えば戦闘も敗北宣言って言ったら絶対しないんで、そっからうまく落とし込んでいっていいね落としどころを決めていきますよ。敗北宣言って言ったら絶対敗北宣言はしないんで、違う方に行こうと思うんですよ。その違う方を僕は今回のオチにする予定ですね。 YouTube 仕事じゃないですか。仕事じゃないですね。仕事にできるほどねまだ稼いではないですね。案件プラスしたら稼げるんですけど、とりあえず遊びでいいや、副業でもないからな。なんて編集とか自分でやってる仕事じゃないですか。編集自分だよ。20分で終わるけん編集、この動画も多分編集に30分ぐらいで終わる。30分言い過ぎか、40分50分ぐらいかかるから、元動画が多分それぐらいやけん、それでもだいぶ短いからな。編集つけれないのって自分で編集しないっていう攻め方もあるんだよね。副業じゃねえって。多分ねこの子もこれね副業っていう単語が出てくるということは、今やってる詐欺行為を普段その友達とか周りの人に副業やってるよ、こうや行動でみたいな感じで自慢しているからこそ、ここですぐ副業っていう言葉が出てくるんですよ。その言葉がね、大体その皆さん覚えておいてください。人が使うものの言い回しにはその人の生活が背景として出てくる、そういうのはまあまああることなんですよ。まあ僕自身もそうですし、僕も整骨院に与えてるところは自分のその周りで使う用語とかが自然と出てきちゃったもんなんですよ。そんなもん多分自慢してるんだろうな、友達とかにね、アカウント持ってるぜいっぱいみたいな、金稼いでるぜみたいな、そんな感じやと思う、だからこそここで副業っていう言葉が出てきたんだよ。詐欺行為はね副業、難しいんだよな。いくらぐらい稼いだんだろうね。とりあえず聞きたいっすね。50万ぐらい。50万、でもトータルで50万だろう。月いくら、月多分ね14、5万ぐらいだと思うんだよな。取引場所行きましょうか。どこで取引したのか、どこやろう、これ教えてくれると思うんだけど、この赤も十分稼いだろう。これで稼ぎよったんか、なるほどね。微妙だな、これで本当にするか、それともその捨てようって言って中身違う人になりましたよっていう体にしてからまだ活動を続けるのかな、どっちかだろう。もう
わかりやすい、マジな。俺がしよったけん、そもそもやってることは。やっとったことだけ、詐欺はしてねえけどさ、おったけんさ、ノウハウはわかるよね。詐欺がはかどらなくなるから教えませんって。3つしかないから、コアコードの中か、ツイッターか、ゲームトレード、この3つしかない。ゲームトレードはほぼほぼ詐欺難しいから、残り2つだろう。うん、あ、でも換金するの考えたらゲームトレードで換金しとったかもしれんな。意外とこういう詐欺師の人って自分のその信用が稼げる場所っていうのを作っておくんですよ。なんでかっていうと換金ができなくなるから。おそらくゲームトレードを使ってる。でツイッターはステアカしか持ってないと思う。本アカはなさそうなんだよな、この類のやつ。たくさんねツイッターアカウント作らんときに、でツイッターはねあんまりしてないタグだと思います。こういう人は結構ね個人特定しづらいという風に思う方いらっしゃると思うんですけれど、ワンチャンゲームトレードからね個人を特定できるんで、その方法をおすすめしますね。大体いける。まあ俺ゲームトレード使ったことないんでわかんないですけどね。メルカリとかねヤフオクだったらそれができましたね。とりあえずね素性を聞こうと思ったんですけれど、そこに関しては結構ぼやかしてくるんで、引きこもりですかみたいな感じで聞いてもぼやかしてくるから、おそらく引きこもりだと思う。うん、ぼやかすってことは、うん、言える言葉がないからだと思うんだよね。俺がワンチャン個人特定する手段があるっていう風に考えとる可能性もあるからね。うん、そう、年齢も隠すってことはおそらく言えない年齢だと思う。言えない年齢ってことは大学生じゃない。大学生だったら言えるもん。19、20、21、そこら辺の年齢どれかを言うと思うんだけれど、言わんってことは中高生どっちかやね。多いっすね、中高生でこういう行為に手出すの。チーターとかも中高生多いからね。うん、暇というか、まあその暇になってしまった立場の中高生が多いかな。大体大学生ぐらいになったらね、周りの環境が変わってくるんで、わざわざその詐欺とかしなくてもいいからね。ネット上で稼ぐんだったら、普通になんかブログでも作った方がいいし、とりあえずなんかいろいろ教えよう。確定申告の話とかな。仮想通貨最近ね、税務署来るだけあるんですよ。気をつけた方がいいっす。iTunes カードやったらまあ、原稿もないけれど、さすがに iTunes カードだけじゃないと思うんだよな。Amazon ギフトとかも使ってると思うんですけれど、Amazon ギフトで家に物届きまくったら、税務署調査するときあるんで、ちょっと微妙なところっすよね。だってどこからその金来たか、わからんときあるじゃないですか。うん、なんか保険の支払いとか滞ると一気に来ますね。うん、気をつけた方がいいっすよ。まあ、あとはなんか、冷やかししかしないと思うんで、この子ね。僕ももう引き出すことないですし、サムネイルもさっきの50万稼いだで十分撮ったし、この辺でいいかな。まあ皆さんですね、詐欺しないように、まずね、引っかからないようにですね、一番引っかからなくていい方法ってのは、取引しないことをですね。取引なんかもね、100% 詐欺なんで、うん、まあしたところで皆さんに得あんまないですしね、言うて。セダン資金使ったところで、セダン資金使ったところで皆さんが強くなれるわけじゃないんで、そこら辺はまあしないようにされてみてください。まあプラスして、今詐欺されている方、もしはそれか、まあそのゲームの RMT されている方、結構その最近は税務署とかの調査とか厳しくなってますんで、詐欺行為で捕まることっていうのは、まあ、ほぼほぼないですね。集団で詐欺しててよっぽど多くのその被害の報告がなければ、だいたい詐欺行為では捕まらないんですけれど、お金回りのほどで捕まる人が多いです。うん、僕の知り合いの人とかも結構そのお金回りの管理がずさんで捕まった人が多いんで、未成年でもワンチャン来る時あるんで、調査とか親御さん払ってないのみたいな感じで来たりすることもありますし、そこからその詐欺として捕まっちゃう場合もありますんで、やるんだったらしっかりしましょう。うん、それでできないとかわからないとか、調べるだけの気力がない、調べるだけの知識がないのであれば、僕はおすすめしないっす。うん、そんな感じでした。今日は以上。